はい、ジャニーズのね、ほら大手の企業がどんどん契約を切ってますね。まずジャニーズと契約更新せず木村拓哉さん起用、日本マクドナルドね、日本マクドナルドは、12日ジャニーズ事務所創業者故ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、所属タレントの広告起用について、現行契約の、期間満了後は更新しない方針を明らかにした、まあ、木村拓哉さんがね今使われてるんでしょ、同社では人権を尊重することを定めた、行動規範を、制定しており、取引先に、遵守を求めている。要はマクドナルドが取引している会社にも契約切れよっていう指令をしてるってことかな。うん、いかなる人権侵害も許容できないと強調し、今後広告契約を更新しないってことは、まだ契約が満了するまでは、うん、木村拓哉さんの CM は、公開されるってことなんですけれども、うん、まあこういうとこ多かったですよね。多かったですね。すぐにどうにかするってとこなかった。ただこれが例えばですけど、昔俳優でさ、なんかメンズエステかなんか行ってさ、うん、女性強姦しちゃった人がいた時って一瞬だったんじゃないですか。あの人でも CM 出てねえかあとはそうだな、なんか不倫とかの問題とかで、うん、なんか叩かれちゃったりするような人っていうのはもう速攻降板してましたよね。まあそれは個人だからっていうのはあると思うけれども、うん、なんかみんな契約満了になってからっていうのが多いんですけど、片や顔、これもう顔っつったらテレビの超メインスポンサーですよね。大体顔なんじゃねえかってぐらいの顔さんがね、ジャニーズ広告起用もう迅速に中止するっつってるわけですよ。すごいな。顔は12日ジャニーズ事務所創業者故ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、所属タレントを起用した広告や、販売物などについて、もう迅速に中止する。おお、これってあれやね、もう今からストップですよってことじゃないですか。うん、これ花王さんが即刻広告ストップするってことは、ますます乗っかってくるとこも多いし、なんだろう、モスバーガーさんとか他のところとかもやべえ見直さなきゃっていうなってくるのかな。でもこういうことっすよね。結局これはもう自主的に切りに行かないと、はい、ジャニーズ事務所サイドだったりとか、それぞれ今 CM とか抱えてたりとか、それこそキャスターやってレギュラー番組いっぱい抱えてる人とかも自主的にちょっとお休みするって結構にならないと、もう大騒ぎよね。うん、ね、そうですね。これでまたネットが超炎上するわけですよでタレントがかわいそうっていう方になるんですけれども、これしょうがないですよ。みんな一旦休もう、ジャニーズの皆さん、うん、これ本当に軒並み出てくんじゃない、明日も明後日も、うん、ね、続け、これ続けと日産もだしね、東京会場もそうか。でもこれに関しては結局契約満了してからってことだよね。はい、これはでも大きいっすよ。誰でも知ってる会社、まあそうなんですけどね、皆さん、ジャニーズファンの皆さん、どんどんこうなっていきますんで、はい、しょうがないんですよ、これ止められない。はい、まあ以上です。